株式会社 JR 東海パッセンジャーズは東京都に本社を置く東海旅客鉄道の完全子会社。JRCP が運営するデリカステーション東海道新幹線ホームではほぼ河川状態の自販機前身は日本食堂株式会社で1988年6月に分社化され株式会社 J ダイナー東海が発足した。その後2002年10月1日に 株式会社パッセンジャーズサービスと合併し、株式会社 JR 東海パッセンジャーズに称号を変更した。東海道新幹線、のぞみ、ひかりに新幹線パーサーが乗務し、車内販売を行う。その他、新幹線車内や自社運営店舗、デリカステーションで販売される駅弁や飲料の開発、製造、販売や、東海エリア内のキヨスク売店や、 野球場で販売される飲食品の開発、製造を行っている。2006年12月には、スターバックスコーヒージャパンとライセンス契約を締結し、東海道新幹線、在来線駅構内を中心に、スターバックスの展開及び運営を行っている。東京工場名古屋支店が入居する、東海清スく、巻延びる新幹線に乗務する現役の著者が、 パウサーという仕事を明かした本。著者は2006年8月に朝日新聞の天聖人語で紹介された。ありがとうございます。